2018年4月の7日8日この週末を利用しまして、まあ、日々の喧騒から逃げるわけではないんですけれども、月収広島に行ってきました。まあ、当チャンネル的に言えばですね、まあ、広島といえば平清盛ですよ。瀬戸内海で大暴れした、まあ、平清盛さんはですね、まあ、広島にも、まあ、多くの史跡を残しておりまして、まあ、その代表的な厳島神社ですね、とですね、音頭の瀬戸、まあ、この辺巡ってきたんですけれども、まあ、もう一つ広島といえばですね、呉軍港ですね。まあ、海上自衛隊の、まあ、基地があるところなんですけれども、これ呉をかけまして夕暮れクルーズ、これも行ってきました。でですね、まあ、今回、まあ、多くの動画や、まあ、写真を撮ってきたので、まあ、これを紹介したいなと思うんですけれども、まあ、約10本分ぐらいの動画にはなんかなりそうなんですよね。なので、まあ、僕スローペースなんでぼちぼちになりますけれども、まあ、ちょっとずつ、配信していきますので、まあ、自己満足の動画なんですけれども、お付き合い願えたらなと思っております。はい。で、まあ、とりあえず今回はですね、平清盛関係一発目、厳島神社までをご紹介したいなと思ってるんです。で、この石、これもあとあと出てきます。まあ、もう早く話したくて、まあ、たまらないんですけれども、まあ、このどんぐり、これは一体何を意味してるんでしょうか。参拝する前にどうしても行っとかなければならないところが一箇所ありまして、商店街を抜けずにですね、そのまま海岸線の方を歩いていきますとね、まあ、並んでる灯籠とは一風違った灯籠が出てくるんですけれども、新殿の関灯籠といいまして、平清盛さんの奥さんだった平時子さんですね、が壇の浦で安徳天皇と入水した時にですね、まあ、その亡骸がこの宮島に打ち上げられたという伝承がありまして、その遺体を見てね、哀れに思った島民の皆さんが、その鎮魂のためにですね、ここに灯籠を建てたと、まあ、言われてるんですけれども、まあ、日本人というのはね、別に亡骸があろうとなかろうが鎮魂はするので、まあ、壇の浦で、平家が滅亡したというのを、まあ、伝え聞いた島民の皆様がですね、まあ、ここで、灯籠を建てたというのが、まあ、真実でしょうけど、まあ、これ僕見れて、すごい良かったですね。で、宮島は鹿が多いんですけれども、まあ、年々ね減っていってるので、まあ、いろんな噂を聞くんですが、実はこれ自然に返すというのがまあ、プロジェクトが進んでるそうで、実はそういう虐待や飢え死になんかじゃなくてですね、しかも一頭一頭山の中へ帰っているそうです。で、この厳島神社なんですけれども、まあ、いよいよ次の動画でですね、参拝してみたいと思ってますので、今しばらくお付き合いください。